ジャワ島。ジャワ島、ジャワ島は、インドネシアを構成する島の一つ。スマトラ島などと共に、ダイスンダレッ島を形成する。形状は東西に細長い。スマトラ島の東、カリマンタン島の南、バリ島の西に位置する。ジャワ島には四つの州と二つの特別州がある。首都ジャカルタが存在する。人口は、約億万人で、 インドネシア一のみならず、世界第一位の人口を有する島である。人口密度も981人、キロメートルと高い。過剰人口や貧困問題は、オランダ支配下の19世紀前半に始まる。ジャワは、古代から東南アジアにおいて、人口分布の各ごこちであったと考えられる。ジャワ島の西部に、スンダ人、中部と東部に、ジャワ人、東部の一部、 マドラ島とその対岸にマドラ人が住み、競技のジャワはこれらのうちのジャワ人地域である。ジャワ古代史は、7世紀以前を、西部ジャワ時代、4世紀、タルマヌガラ王国、7世紀、8世紀から10世紀前半までを、中部ジャワ時代、8世紀、コマタラム王国、サイデーエンドラ朝、その後の10世紀前半から16世紀初めまでを、東部ジャワ時代に大きく分け、 東部ジャワ時代の前半の3世紀をクーディリ時代、西ジャワにはヒンドゥ国家のパジャジャラン王国、1579年滅亡があったことが明らかになっている、後半の3世紀をシンガサリマジャパヒト時代と呼んでいる。このように分けるのは王都の変遷、つまり権力と文化の中心地が移ったためである、などが建国された。 世界史的に16世紀初めまでを古代と呼ぶのには違和感があるが、文献などは15世紀までは古代ジャワ語で書かれており、また、支配的な宗教であったヒンドゥー教や大乗仏教が16世紀前後にイラムに変わることなどによる。イスラム王朝として、ドゥマク王国、西ジャワ、バンテン王国、バンテン地方、スラカルタ、マタラム王国、 ジョグジャカルタが相次いで建国された。また、などのヒースラム王国が建国された。1511年、ポルトガルがマラッカ王国と戦争になると、ドゥマク王国のが援軍として駆けつけたが、1512年8月にマラッカは陥落した。1520年からアチェ王国のが貿易の独占を狙って、三度にわたってジョホール王国やと戦争になった。 この時は、オスマン帝国のスレーマン一世が艦隊を派遣して、アチェ王国に加勢したが、成功しなかった。1514年からポルトガルは、マラッカで売る人身売買を目的として、明朝のダムロモン、ゲンホンコントンモンクを占拠していたが、超広国マラッカを失うと、1521年と1521年の二度にわたって、明朝が攻めて退した。1522年、 ポルトガルとバジャジャラン王国の関係を断ち切らせるために、ドゥマク王国のファタヒラーの艦隊が、ポルトガル艦隊と西部ジャワで海戦を行った。勝ったドゥマク王国は、1527年6月22日に、住んだクラパ、住んだ、族のココナッツの意味の街の名前を、ジャヤカルタ、勝利の意味に改名した。1557年、ポルトガルは、明朝から、 マカオの居留権を得て、日本との貿易を開始した。日本人がジャガタラに進出するきっかけとなった。その後、バンテン王国が、住んだ海峡の交易路の支配者となって繁栄したが、1596年に、オランダ商人のコンパニエ・ファンフェレ、遠方会社が資金を出し、が、香料の買い付けに、バンテン王国を訪れた。オランダ人とジャワ人の間で公式書類が交わされ、 三世紀半に及ぶ両国の関係が始まった。しかし、和親同盟ではなく無謀い植民地支配であった。1602年、オランダ東インド会社がジャワ島に進出し、オランダによる植民地化の時代が始まる。1606年、ポルトガルとオランダ東インド会社がをめぐってを行い、ポルトガルが勝利して、高信量貿易独占の足がかりとなった。 親オランダ政策を取ったは、反オランダ派の父スルタンとの内戦に勝利したものの、1619年に、オランダ東インド会社のヤン・ピーテルス・ゾーン・クーンが、バンテン王国を管理下に置き、ジャヤカルタは、バタビア、古代、オランダの故障と解明されることになった。1623年、モルッカ諸島のアンボイナ島で、アンボイナ事件が起こり、 オランダ東インド会社が高信料貿易を独占することになった。イギリスは東インドの政界権を失って、高信料貿易が頓挫すると、南インドのフランス領ポンディシェリ占領を目指して、カーナティス戦争を開始することになった。1641年、オランダ東インド会社が、ジョホール王国の援助を得て、ポルトガル領マラッカを占領し、とした。 1667年の講和条約、ブレダの和訳で、ニューアムステルダム、現ニューヨークと、バンダ諸島のランジマを交換した。18世紀の3時にわたる、ジャワ継承戦争と、佳境虐殺事件の結果、マタラム王国は4分割されて、ジャワ島全域がオランダ東インド会社の支配下に置かれた。欧州で、ナポレオン戦争が戦われている中、 1811年にイギリスの攻撃を受け占領され、トーマス・ラッフルズ・ジャワ副知事による植民地化政策が進められたが、フランス帝国の崩壊後は、フランスに対抗させるためネーデルラント連合王国に返還され、1824年には、エーラン協約でオランダ領マラッカとスマトラ島のイギリス植民地を交換し、イギリスの海峡植民地が完成するとともに、ジャワ島を含む、 当初部のオランダへの帰属が確定した。1825年、マタラム王族のディポヌゴロがオランダへの反乱を起こすが、1830年に鎮圧されているジャワ戦争。第二次世界大戦でオランダ本国がナチスドイツの占領下になると、1942年にライン作戦で日本軍がジャワ島を占領した。島の形状は棒状で、 西北西から東南東に東西1 0 4 0トルにわたって伸びる。南北3 0 0トルにわたるが、島の幅自体は最も広いところでも2 0 0トルにとどまる。最西端はカンクアン岬、最東端はバリ島の西端よりも東に伸びる。澄んだ海峡を挟んで北西のスマトラ島、バリ海峡を挟んで東のバリ島と向き合う。ユーラシアプレートに、 インド・オーストラリアプレートが潜り込む、プレート境界に位置するため、南に2 5 0トルの位置には、スンダ海溝、ジャワ海溝が形成されている。地震多発地帯であり、火山も多い。主な火山は、西からクラカタウ、スラメット山、ムラッピ山、スメル山、ブロモ山、ナウ山、イジェン火山である。山地や丘陵が多い。このため川は、丘陵が多く、 ラフティングなどのアウトドアアクティビティが盛んである。ジャワ島西部は熱帯雨林気候、中部より東はモンスーン気候で自然環境から言っても西部のスンダ地方はスマトラの続きであってジャワとは異なる。さらに水田工作もジャワが古くからの制御であったのに、対してスンダでのそれはオランダ支配下に入った18世紀からであった。 人口100万人を超える都市は、ジャカルタ、スラバヤ、バンドン、スマランの4つである。5. おさむき